新チャンピオンや大規模なリワーク、新アイテムやクラスアップデートなど、ロールは常に進化を続ける。そしてこのミッドシーズンに大きな変更が行われる。今年は3体のヴァンガードをアップデート。さらにサポート向けのアイテムを強化し、リフトヘラルドにも大きな変更を行った。まずは彼女を見ていこう。リスクに見合う価値がなかったリフトヘラルド、今回ビジュアルを一新し、報酬も根本から見直した。見た目と攻撃パターンの変更で強敵らしくなったが、一番の違いは彼女を倒した後に現れる。倒されたヘラルドは魔法の器に捕らえられ、それを持っている間はリコールが強化される。そしてこのアイテムを使用すると、なんとリフトヘラルドが出現。召喚されたヘラルドはレーンに向かい敵タワーを攻撃。瞳が弱点なのは変わらず、集中攻撃で素早く倒そう。ヴァンガードはイニシエートを得意とするタンクであり、味方が攻撃するチャンスを生む。今回のミッドシーズンでは、マオカイ、セジュアニ、ザックの3体がリワークされ、様々な変更が行われた。さらに2つの新アイテムでタンクの選択肢が増える。遠距離からのイニシエートが得意なザックだが、その後はできることが限られていた。そして今このスライム男が新たな力を授かる。Q を敵に当てると少しの間腕が張り付く。その後別の敵に通常攻撃すると、両者をぶつけ合わせる。Now kiss。 新たなアルティメットでは、以前のように跳ね回るのではなく、平たくなって敵を捕まえる。発動中は行動妨害も無効。上にいる敵を包み込み、一緒に飛んでいこう。今回のアップデートで最も重要な変更点、それは体力に合わせて声がビッグになってみろよ、オイラみたいにな。イノシシに乗った戦場の指揮官セジュアニ、彼女には戦いをコントロールする能力が与えられた。新たな固有スキルはスローを無効化し、防御力を増加させる。この効果はダメージ後に失われるが、戦わずに動き続けることで再び獲得。新たな E では、自身または周囲の味方近接チャンピオンの通常攻撃でスタックを付与。スタック最大時に E を発動で敵を凍らせる。さらにその敵に通常攻撃またはスキルで追加ダメージを与える。新たな W では、敵に2つのスタックを素早く与えることができる。故郷が滅ぼされ激怒する魔王界、そんな彼の個性を表現するためにボイスを一新。さらにジャングルで脅威となれる2つの新スキルを導入。まず茂みに苗木を投げるとダメージが強化される。キャンプの周回が楽になり、ジャングルのコントロールも強力に。新たなアルティメットでは、レーンの幅ほどもある複数の根がゆっくりと進んでいき、それぞれが敵にスネアを与える。非常に強力なこのスキル、ぜひマスターしよう。ロルでは目立つような活躍をしない限り、チームへの貢献が評価されづらいのが現状。特にサポートは経験値とゴールドが少なく、貢献している実感が薄いままだった。そこでサポートに新たな強化手段が、報酬という形で用意された。まず3つのサポートアイテムに新たにクエストが導入。例えばスペルシーフで一定のゴールドを獲得すると、自動効果発動時に
移動速度が増加。次に新たなビジュアルエフェクトによって誰が何をしたのかが明確に。サモナースペルやアイテムを使うと両者の間に線が引かれ、より直感的に理解できる。さらに倒れたチャンピオンにチームの色が表示、また行動妨害が文字で表示され、戦闘のやり取りがより明確に。新たなアイテムとビジュアルエフェクトで貢献が分かりやすくなる一方、試合後のデータでもチームへの貢献がより分かりやすく。対戦結果にダメージ軽減量やタワーへのダメージ量などの価値あるデータ、さらにワードの設置や敵の妨害で獲得する視界スコアや行動妨害スコアを追加。データの種類は今後も増える予定だ。他にもタンクアイテムの変更などミッドシーズンの詳細についてはパッチノートをご覧ください。今後行われる名誉システムのリワークや天板システムにも注目。ミッドシーズンについてはこちらのリンクもぜひチェックしてください。